公共的談笑は、バーツラフ・ネリベルが作曲した、吹奏楽曲。1965年、ノースウェスタン大学の吹奏楽団と指揮者の、ジョン・ペインターの移植によって作曲された。1966年に出版され、初演者に検定された。簡潔な構成と強い個性を持つ、ネリベルの吹奏楽作品の代表作であり、演奏機会も多い。これ以前にも、 ネリベルは、トリティコ、シンフォニックレクイエムなど、本格的な作品を吹奏楽のために描いているが、この作品を、完全に公共的な水準で描いた、最初の吹奏楽作品と述べており、トリティコに感銘を受けて、作曲を依頼したペインターは作品を受け取った時の、印象を、素晴らしい驚きであったと語っている。単一楽章で書かれ、演奏時間は6分半から7分程度。アダージョ。 4,4拍子。金管楽器の単音を木管楽器群が弱音で吹き、伸ばす、印象的な助走で始まる。ここで提示される CSEAB でジャス、G の8音は全曲を支配する、中心動機となる。アレグロの主部に入ると、基本動機が、音律的に扱われ、3度の順次進行による動機、動音連打と2度の揺れによる動機と対比されながら、 精力的に展開していく。中間部は、ポコメのモッソにテンポを落とし、打楽器を中心に点描的な展開を見せる。アッチェレランドして、テンポを戻すと、力強さを増した展開が続く。再び、アダージョとなったコーダでは、基本動機を積み上げた和音を奏する金管楽器と、そこに含まれない四音を奏する木管楽器とが、対比され、荒々しく終わる。 ネリベルの語法の特徴である強大なユニゾン、強弱や、格楽器の音色の極端な対比、必要なオスティナートなどがここでは顕著な形で、現れている。ありがとうございます。